longer than last June. There's so much I've been down to know about you. But we've been distant, is it too soon to call pretending it's to ask you what's new? And I hope we haven't lost our way, cause it feels that way to me. But I know that when I see you, oh, I never wanna be. So don't be so mad, I know that it's easier said than done. When it feels like it's hopeless, I'm begging please hold on. Maybe the reason, tossing and turning, is cause I'm scared one day you won't reply. So if I said or did something that hurt you, I'm sorry, I'm sorry. Large item, do not... Please place the item on the scanner now. Choose... Thank you.
からは友達がバイトしてる薬局に連れてきてもらった時の映像を紹介したいと思います。まず OTC のコーナーです。こちらはインフルエンザになってしまった時に出てくる症状のお薬になります。アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン、プソイドエフェドリンが入ってますね。いわゆる総合感冒薬っていうやつですね。痛み止めとか風邪のお薬のコーナーになってます。全然わからないですね、商品名が。で、下の段はアレルギーのお薬ですかね。テルファストってやつは多分24アワーって書いてあるから、1錠飲めば1日効くよっていう感じですかね。これはクラリチンです。日本にもありますね。パッケージがめちゃくちゃ似てますね。これもヨーロッパにはありました。ヘイフィーバーのワイプとかありますね。花粉症ってヨーロッパでもあるんですね。なんか日本特有の病気かと思ってましたけど。こっちは解熱鎮痛剤ですね。ここに写ってるのは多分全部イブプロフェンだと思います。これもイブプロフェンで容量が違うのかな。今手に取ったのが 200ml で、一個めちゃくちゃいいなって思ったのが、薬の箱に点字が絶対にプリントされてるんですよ。日本にないですよね。なんでやらないんだろう日本。なんかコスト的な問題があるんですか。知ってる人いたら教えてください。はい、これもイブプロフェンですかね。はい、そうです、 200ml。こんな種類ある。これはブスコパン、鎮痙薬ですね。はい、ほら点字いいよね。目が不自由でもさ、何の薬か分かるってよくない。右はジメチコンと活性炭って書いてある。いかにも飲んだらお腹すっきりしそうなデザイン、いいですね。分かりやすい。ただ一個良くないなって思ったのは、説明書きが基本的に伝える気がないなんか分かりづらいんですよ。添付文書もね、日本のやつに慣れてると本当に分かりづらくて、情報を拾ってくるのが大変なぐらいです。はい、こっちは胃の薬とか多いですね。エマゾールっていうのはエソメプラゾールっていうプロトンポンプ阻害剤なんですけど、日本だとお医者さんに処方箋出してもらえないとゲットできないお薬なんですよね。でもこっちでは OTC として普通に販売されてます。これは喉の痛みに対するお薬です。日本にもありますね。喉にシュッてして痛みを和らげますみたいなお薬。はい、この辺は全部スプレー剤とかで、上にあるのが子供用のお薬です。総合感冒薬ですね。これはヨーロッパはね、子供用のお薬だと子供とか赤ちゃんの写真が貼ってあるんですよ。日本だとさ、なんか可愛い感じのキャラクターとか書いてあるから、デザインが全然違うなと思って、面白いですね。呼吸器疾患系のお薬もあったり、これはこれ抗菌剤ですね。ストロベリー味でシュガーフリーだそうです。確かフレーバーによっていろんな種類があったような気がしました。はい、まだまだあります、子供用のお薬。イブプロフェン多いですね。子供用だけでこんなにあるのすごくない？日本のドラッグストアだと
ちょろっとあるぐらいだよね。こっちは調剤室の中なので処方箋がないともらえないお薬の棚です。2分の1か3分の1ぐらいは抗菌剤な感じでした。マジで抗菌剤だらけでびっくりしちゃいました。これはシンバスタチンだから高脂血症の薬ですね。生活習慣病は生活習慣病のコーナーみたいな感じで分けてましたね。ここもまた抗菌剤、ジスロマックスとか書いてありますね。粉だと思います。はい、日本の薬局と違うのは1個の薬剤で1個の棚っていうわけじゃなくて、1個のエリアにいろんなお薬が入ってるので取るとき大変そうだなって思いました。私だったら絶対間違えちゃいますねこれ。あとは吸入剤ですね。ここはあとは低用量ピルとかもいっぱい置いてあります。ということで、なかなかこういうのは見れないと思うので紹介してみました。また次の動画でお会いしましょう。